フィギュアスケート東日本選手権4日テクノルアイスパーク八戸女子フリーが行われた。16年世界ジュニア選手権金メダリストでショートプログラム SP4 位の本田真凜22イコールジャルイコールは90、28点でフリー5位、合計142、12点で総合5位。上位5位が進出する全日本選手権、12月、長野を白票で決めた。マリンは、今季ノーフリー曲、リトルマーメイド、で、冒頭の3回転ループが単発で軽微な回転不足になるなどのミスはあったが、中盤に連続技を入れてリカバリー。主人公、アリエル、として豊かな演技力も披露し、演技構成点は上位2人に続く3番目の高得点と勝負強さを発揮した。演技後は胸に手を当てて不安げな顔も見せたが、マリンちゃん、というファンの声援には満面の笑顔で応えた。全日本選手権へは上位5人が進出。9年連続全日本を目指す本田は、今季初戦となった9月の東京選手権で12位となり、東日本選手権への出場を決めていた。9年連続の全日本切符をギリギリで掴み取り、更衣室では号泣したという。スケート、人生、21年目だが、その中でも一番と言っていいくらい緊張した試合が今日のフリーで、自分の中でネガティブな感情がたくさんだったが、いざ曲が鳴ると、リトルマーメイドになりきって、最後まで楽しく諦めずに演技ができた、と頷いた。